あの男は日本の彼女欲しいの、うん、どうすればいい？ なんで日本の彼女欲しいの？あ、やっぱりね、皆さん AB え？ Here we go! こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回同じ台湾日本夫婦 Go 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 っていうの企画です。OK、 そう、今回のテーマはと、あ、ちょっと待って、あれ閉めてない。番組やるも大変な。はい、今回のテーマですね。なんか台湾のなんか自分の Facebook から、うん、よく自分の Face からの問題、なんか日本の女の子好きけど、うん、どうやって見つける、付き合いたいけどどうやって見つけるっていう。そうそう、 OK。 それでまたタイマー5分、タイマー押します。え、もう始まり？そう、早いじゃん。なんで？なんだ、彼女欲しいの、うん、どうすればいい？ なんで日本の彼女欲しいの？あ、やっぱりね、皆さん AB お前はもう死んでいる。多分ですね、自分の感覚は。例えば日本の、え、ということはあなたも、まあ違うよ。私の場合はもう本当に分かんない。日本のことはあまり分かんない。 AB 分かるけど、日本の女の子と結婚するとか探すとか、うん、あまりなかったですよね。本当アミちゃんとあれ縁ですね、縁ですね、うん、それでオーストラリアのね、そうオーストラリアの縁です、うん、けど台湾のいっぱいのオタク、うん、やっぱり日本の文化好き、韓国人より好きかも、うん、どうしてもわかんないけど、うん、okay、なんどうして日本がいいの？時間ないから、うん、だってまずほら、なんで台湾人の男の子がなんで日本の女の子を好きなのかを知らないとさ、どうやって答えればいいか。まあ多分可愛い優しいっていう。台湾の女の子も可愛い橋いっぱいいるもんね。あー、そうですけど、まあどうやって出会う？そうそう、まずは日本語勉強。日本語勉強、あ、日本語一番大事と思う。そうだね、日本語勉強でコミュニケーション取れたらいいじゃん。多分日本の女の子は中国語とかマナリン話せる子あんまりいないね。あ、英語もできないね。うん、だからまず日本語を勉強して、え、やればいいんじゃない？出会い方は、ワーキングホリデーとかいいよね。あ、そうですね。日本に来て、でも、どこの場所、どこにとか。学校？学校ないでしょ？全部、日本語学校だから、全部外国人だから、どこに。いや、シェアハウスとかさ。シェアハウス？一緒に住むのこと？そうだよ。日本人だっていっぱいシェアハウス住んでる子いるもん。アプリ。アプリ？うん。あ、アプリ、あまりやらない。やるでしょ、なんか。あの言葉交換アプリみたいな。ああ、私は日本語勉強したい。僕は日本語勉強したい、うん、じゃあやっぱりね、ランゲージエクスチェンジだ。あ、そうじゃあやっぱりね、台湾好きな子は探してほうがいいでしょ。まあそうだね。あ、日本人今いっぱい日本人台湾のこと好きでしょ、うん、まあ台湾に行きたい、旅行したい、タピオカ美味しいでしょ、うんうん、いっぱいの子は、うん、ですけどやっぱりなんかどこのグループなの、台湾と日本の交流できる交流会、うん、あったらいい。作ればいいんじゃない？そうそう、あ、自分作れば、ね、そう。やっぱりね、これ一番いいの結果ね、うん、あれアドバイスある、まあ、まず1対1は日本語を勉強する。うん、第2はカエル君はグループ作ってくれるからね、そういう、あー、グループとかね、うん、そう。でもやっぱりなんかやっぱり日本の女性はジェントルマンの男性が好きでしょ。そうね、ジェントルマン、例えば何でもどうぞお先にとか、うん、そうね。あとは俺様についてこういうは嫌だね。あ、俺様の嫌だよ。俺様言わない、俺言わない方がいいでしょ。だから第一は日本語を勉強する。あ、第二は出会い方、うん、出会い方はワーキングホリデーとか日本に来て出会う、うんうんうん、あとは台湾に遊びに行く女の子もすごく多いから、うん、女の子のグループとかね、空港で待ってる。ちょっとそれはダメだ。空港
ウェルウェルカムって。あ、そうそう、ちょっとそれはダメです。ウェルカムトゥ台湾、私日本の女の子好きっていうのことできない。みんなびっくりしちゃうね。あ、多分変態と思う。思うじゃんね。 OK、 そう、ゴーホーよーさかわいそう。あー、もうしょうがない。じゃあまた maybe 今度。あー、かわいそう。 OK、 もう私は応援してます。あ、応援してます。はい、今回もう終わりました。はい、はい、台湾日本夫婦ゴーゴーゴー、今日は終わりました。ここまで。そう、また来週。さよなら、 See you next week。